レジスタンスの諸君ごきげんよう。ほっ、カイロレンだ。お前ら2019年に公開されたジョーカー見てた？あれすごかったよね。一部の DC ファンは切れてたけど、完成度が高い衝撃作だったよな。まあ、ざっくり言うと、虐げられてきた弱者が切れて爆発するっていう内容の映画なんだが、本国だとニューヨークの映画館に私服警官が配備されて、警戒体制が敷かれたり、とんでもない話題になってた。日本でもいろんなやつがコスプレして社会現象化してたよな。懲役23年食らってたあいつもジョーカーって呼ばれてたし、まあまああれはダークナイトの方だけど。ともかくその続編がついに米帝から1週間遅れの10月11日に日本で公開された。タイトルはジョーカーフォリアドゥ。なんでフランス語？面倒だからジョーカー2って呼ぶわ。ハーレークイーン役にレディーガガが起用されて話題になった。ところがこのジョーカー2結構ヤバいレベルで低評価らしい。ちょっと信じられないから世界最大のレビューサイトロッテントマトで確認してきた。まず前作の高評価率は評論家が 68% で一般人が 89%。 めっちゃいいスコア出してる。しかし今回のジョーカー2は高評価率が半分以下。もう完全に終わってるな。しかも珍しく評論家と一般人がほぼ同じ数字で低評価って、これすっごい珍しい現象だぞ。本国で上映1週間でもうこのざまって、もう賛否両論もクソもないじゃん。完全に非じゃん。まあ俺の経験で言わせてもらうと、公開直後に賛否両論って言われてたら大体の場合ピッなんだよな。スターウォーズエピソード8で学んだ。ということで公開初日に見てきたぞ。そこそこネタバレするからよろしく。あらすじ。前作で刑務所にぶち込まれたジョーカーことアーサー・フレックは、ムショ仲間と仲良く生活し、看守にも気に入られたり、めっちゃ優しい弁護士に面倒を見てもらったりと、つつましく模範的なムショ暮らしをしていた。ところがゴッサムシティの検事は死刑判決を宣言。アーサーは絶望的な立場に立たされてしまう。そんなある日、ハーレークイーンと名乗る謎の女性と出会うことになる。どうやらハーレーによると、シャバではジョーカーの模倣犯が大量発生し、ジョーカーをモデルにしたドラマも大流行。アーサーは英雄視されているらしいのだ。ハーレー自身もガチ恋勢で、アーサーに出会うためにわざと収監されたらしいのである。そんなハーレーに秒でメロメロになったアーサーは、自身が有名人であることを自覚し、めちゃくちゃ調子に乗り始めてしまう。しかもなぜか歌う喜びに目覚め、ところ構わず歌い出し、世間を沸かせるためジョーカーを再び演じ始めるのだった。そしてついに公開裁判が開廷。裁判は生中継され、ハーレイやゴッサム市民に見守られながら数日間にわたり行われることとなったのだが、なんと調子に乗ったアーサーは突如弁護士を解任。ジョーカーのコスプレをし始め、自己弁護を始めるなど、もうめちゃくちゃなことをやり始めてしまう。これ以上ないくらい暴走したアーサーは、刑務所で看守にボッコボコにされるなど、散々ひどい目に遭わされてしまい、ついに心が折れてしまうのだった。僕はジョーカーじゃない、ただのアーサーだ、と公開裁判でつぶやき始めてしまう。この発言はジョーカーガチ勢をざわつかせ、無所のジョーカーファンは落胆。ハーレイまでもブチギレさせてしまうことになる。有能な弁護士を突き放し、監視を敵に回し、信者はアンチへ転換、最愛の女にまで裏切られてしまうという最悪の展開に陥るアーサー。こうして悪のカリスマの壮大な転落劇が幕を開けるのだった。何これ、俺何見に行ったんだ。これあれだわ、完全にピだわ。
一体どんな映画なのか全く想像つかなかったけど、なんであんな低評価なのかすっごい納得しちゃった。面白いとか面白くないとかそういうのとは別の次元の問題だ。そうだな、ちょっといろいろ突っ込みどころあるけど、まずサイコスリラーの続編見に行ったら、ラブロマンスのミュージカルなんだよ。ダークナイトやスーサイドスクワットとは別のベクトルの悪のカリスマを見に行ったはずなのに、ただの精神異常者が歌って踊って信者に祭り上げられた挙句挫折するっていう、ヴィラン系の映画にしては最悪としか思えない結末だった。ああ、もう個人的には前作のジョーカーで終わってほしかった。正直見たこと後悔してる。これさ、マジであの社会現象を起こしたジョーカーの続編なの？なんで完成度高い1作目からこんな2作目作ったのか全く理解できない。見終わった後理解できなさすぎて放心してたというか、前作同様のモヤモヤ感っていうか、ドロッとした感覚に襲われた。この感覚はよく覚えてる。スターウォーズエピソード8見終わった時のあれだ。一部のやつにはめっちゃ刺さっても俺は生理的に受け付けない。とりあえずミュージカルシーンに耐性があるやつじゃないと見るのは超きついと思う。少なくともダークナイトが好きなやつにはマジでおすすめしない。もう個人的に一番不満なのがこれなんだよ。これなんでミュージカル映画なんだよ。しかも比率もおかしいだろ。体感だけどこの映画の内容6割はミュージカルパートだからな。ディズニーも真っ青になるくらいジョーカーとレディーガガがずーっと歌ってる。ミュージカルができるウルヴァリンの映画よりミュージカルパートが多いんだよ。なんならワンピースフィルムレッドのアドより歌ってる。これ冗談じゃないぞ。ちょっと話が進んだと思ったらすぐに歌い始めて、テンポがめちゃくちゃ悪いし、好きあらば妄想でも歌い始めるし、お前さ、仮にもバットマンの宿敵のジョーカーだろ。いや、まああれとは違うんだけど、一応ヴィランなんだろ。劇中でなんか悪いことしたか。なんもしないじゃん。歌ってるだけじゃん。殺せよヴィランなんだから。ハーレクインことレディーガガは可愛かったし、かなりいい演技をしてたけど、ミュージカルにしたいから起用された感が強くて、なんかもうガガの映画って感じだった。何がしたいんだか全く理解できない映画だ。そうだな、ちょっとネタバレが入るけど、ミュージカルパートを3分の1まで減らして、裁判所から脱走した後ハーレークイーンとタッグを組んで監視と裁判官全員ぶっ殺して信者扇動してゴッサムをむちゃくちゃにする王道展開の方が確実に面白かったし、それが大多数の観客が望んだ展開だったと思う。そもそもこのシリーズのジョーカー、ジョーカーじゃないんだよね。つまりバットマンのヴィランじゃない。前作ですら DC の顔をかぶったサイコピエロの映画で、主人公のジョーカー自体もダークナイトのジョーカーに比べるとヴィラン感がないただの小悪党。わかりやすくゴジラシリーズで例えると、マグロ食ってる方のハリウッドゴジラみたいな存在だ。バットマン要素は申し訳程度にブルースウェイン出してギリ体裁保ってたけど、バットマンのジョーカーである必要がないって感じだった。しかし完成度が高いから受け入れられた作品なのに、今作は DC もバットマンもなんも関係ない。っていうか、ネタバレすると誰も殺してないし、世間から踊らされてるただの哀れな終身刑のピエロ、もういよいよジョーカー関係ねえ。バットマンのジョーカーとして見なければこの2部作は前編後編でうまくまとまってるし、大衆の要望に応えられず挫折した哀れなピエロをすごーくうまく描いてたけど、これ大前提としてジョーカーってキャラ使ってるからな。そんなんでこんなわけわからん続編作ったら低評価なのは当然だ。特にあのラストの展開マジでドン引き。もう誰だよあれ、ジョーカーじゃないじゃん。ネタバレになるから言いたくはないけど、ラストでナイフ握ってたやつが俺が次のジョーカーだーって強調するシーンがあれば、なんかその後の方に繋がってうまいことできるけど、お前らあれどう思った、あれなんなのあのシーン、匂わせ、ちょっとあれじゃあねえ、わかんねえよねえ。ということで今回のレビューは以上だ。なんだかな。
未だに陰鬱で衝撃的な印象を植え付けられてすっげーモヤモヤしてるから、一つの映画作品としては間違いなくハイレベルなんだが、ジョーカーの映画としては割と終わってる。だから極端に意見が分かれるわけだな。もうなんかあれだよね、ワナブラザーズ迷走しすぎててわけわかんないよね。個人的には MCU に比べてダークでシリアスな雰囲気が好きだったのに、毎回なんか一押し足りないんだよな。これだったらさ、普通にザ・バットマンの続編の方が見たかったわ。ま、ただ言えることは、ヒース・レジャーのジョーカーってやっぱすごかったんだな。お前らはこの映画を見てどう思った？俺は好きじゃない。それでは諸君、さらばだ。